ちょっと裏でゴソゴソやってたからね、うん、多分みんな、あ、いろいろ慌ててたと思うよ、うん、おってますごめんね、もっと早く言うべきだったよねっていう大丈夫だ、 だ、うん、うん、そんなこんなな感じでスタートしましたが、はい、はい、先週はね1週間お休みだったけど、うん、いかがお過ごしでした？ねえ、すっごい早いね、早起きだった。いいことだ。健康的だね、うん。健康的だったよ。うん。私、逆。逆転もうね、まるっきり逆転してて、うん、だから、すんごい夜中とか、すんごい早朝くらいに、うん、あの、SL をうろうろしてたかも。あ、そっか、夜更かししたのは折り紙行った時、うん、一緒に行った時、うん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 、だったけど、あの時最後の方超限界だったんですけどだっていつも10時半とか11時ぐらいに寝てたから、うん、もうね1時とかで、ね、もうなんか意識がなかったダメだったへへへ。で、あの折り紙イベント、まだ8月25日までかな、うん、あ、いい、言ってるんだけど、うん、うん、そのイベントのストーリーを進めるのと同時に、うん、そこに協賛しているお店の商品をね、うん、ハントでゲットできるんだけど、うん、その全部クリアをして景品もらってる時のケメちゃんがなんか朦朧としてたもんいやー、あれ私もね、うん、結構やばかったよ。まあすぐ、うん、あ、じゃあ私はここでみたいな感じで、そうそうそう、もうね無理、もうね寝ながらほとんどねSL 動かしてたからね、これはやばいと思ってもうごめん限界、そう、うん、みんな健康的だね。そうね、うん、そうだね、どっちかというともうね、年には勝てないよ。マンが言うか。いや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 、もうね、本当夜更かし、もともとそんなにあのこう夜型だから遅くまで起きてる方だけど、うん、でもね、やっぱり最近ちょっと無理が来てる。そう。もうダメだってなるよ、本当に。なるほどね、うん、うん、なんか、マンは寝る子っていうイメージだもん。そうでしょう。あ、うん、いろんな時に寝てるからね、うんうん、ね、番組前寝てたとか、ね、そうそうそう、番組15分前でも寝てるよ、うん、たまにあまりにも眠い時は寝てるからうんうんうん、ふふふ、うん、そんなこんなで自己紹介参りますか。はい、そうですね、はい、ね、どれを言おうかな。でもそんなに今日はね、あのね、先に言っておくとてんこ盛りなので、うんうん、私はお盆の間は、うんうん、ほぼずっと引きこもって、うん、発行してましたひよこですよろしくお願いします。へい、へい、へい、そして、はい、江ノ島に泳ぎに行った1週間後ぐらいに烏帽子付近で
ハンマーヘッドシャークが30匹出たというニュースが流れ、やっぱりあの時泳ぎに行っててよかったなと思いました。キムキチことキミコアーソウルです。よろしくお願いします。はい、そしてはい、お盆休みはあったけど特に何もなかったよ。引きこもってたよ。その2です。お城マンです。よろしくお願いします。門は蒸されてたんだね。もうね、暑いのが大嫌いだからね、もうとりあえず家にいたいし。もうね、はい、暑いだけでダメになっちゃう。あ、蒸されるけど暑いのは。そうそうそう、ダメな。ダメでした。はい、そして。はい、休み明けなのに、SL の仕事がすごくいっぱいあって、大丈夫かなと思って今日頑張ってます。ちょっと口数が少ないんですけど、裏方やってます。よろしくお願いいたします。頑張ってね。前ね、ちょっと失敗しちゃったからね。着替えを入れて、いろいろなところに貼って、忘れるなって。無事に来てたもんね。大丈夫だ、大丈夫だ。今日は無事にね、コツコツと頑張ってます。はい、そんなこんなな4人で本日はてんこ盛り盛りな感じでお送りいたしますので、よろしくお願いします。ではでは、大事な大事なスポンサーさんのご紹介です。この番組はアツール、タパラエステート、キャンディーネイル、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション笑わないで SOBSL マガジン、ビオーネファッションエージェンシー、ビートックス、モンソ、以上の提供でお送りいたします。今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあね、じゃあね、ネットラジオはミュートしてるからネットラジオは聞こえてないんだけど。あー、そうか、そういうことか。ごめん、自分でもね、なんてなったんですけどね。ごめんなさい、なんか全然すごい、休みボケしてない。すいません。いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。こらえてくれたら頑張れたのに。ごめん。人のせいにしてた。スカイプはね、ミュートしてないまま、ネットラジだけミュートしてたから。途中で、まだ、ってなっちゃったね。失礼しました。はい、失礼いたしました。失礼いたしました。はい。はい、じゃあもうね、1個目行くんだからね。おうよ。いけ。はい。一発目は、久しぶりのこちら。女子カミシネマ館、ウェーイ。はい、こちらのコーナーは私たち4人がおすすめする映画を皆様にご紹介するコーナーです。はい、その名の通り。そうだね。そしてですね、今回は、はい、今結構いっぱい話題作があるじゃない。なので、今日のテーマはこちら、ドン！この夏見たいおすすめ映画。はい。はい。ね、まだいける。まだいける。これはね、今やってるのってもう、うん。まあ、お家で涼みながら見たいよっていうのってもう、オッケー。オッケー。なるほど。じゃあ4人の出していくよ。おう、ドン。
どう？今日はね、どうしようかな。チャコリンのがわかんない。うん、わかんない。うん、ああ、うん。そっかそっか。うん。あ、結構ね、これ、うん、説明をしようと思って一生懸命ちょっと。うん。うん。じゃあそれを最後に回そっかな。最後回す？うんうん。お。うん。うん。うん、じゃあキメちゃんから。うん。右に。オッケー。うん。じゃあキメちゃん。はい。私、キメキチがこの夏見てみたいなと思うのは、うん、ネットでいろいろ言われていますが、はい、進撃の巨人が見てみたいです。はい。うん、うん。なんか、すごい評判が悪い。悪いね。どっちかっていうと。なんか悪いよね。なんか見に行かない方がいいよとか、結構いろんな人に言われるんだけれども、うん、でも、なんかそうだったとしても、なんかどんなのもんかなっていうのは、ちょっと見てみたいかなっていう気がします。うん、そうね、はい。ちょっと気にはなるよね。気にはなる。そう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 。もしかして、まあ、だから、あんまり期待しないで見に行って、うん。うん、面白かったら、まあ、いいし、うんうん、まあ、面白くなかったら、なんだっけって、第2弾は見ないとか思うだけでいいかなと。うん、で、なんか、一回、なんか、車のコマーシャルで、一回その、進撃の巨人とその車の CM のコラボを前にやってた時があって、うんうんうん、どこのメーカーだか忘れちゃったけど、日本車なんだけど、うん、なんか崖みたいなところを車がわーっと走っていくとこに、巨人がやってきてっていうやつ、うんうん、あったかも。あったでしょ、うんうん、なんかどこのコマーシャルか忘れちゃったんだけど、多分、目様がググってくれるはずと思い、ね、あれは全出社にしたらダメだとか、うん、全員日本人な時点でとか、そうそう、うん、言われてるけど、なんとなく巨人をどうやって映像にするのかなっていうので、その CM 見た時に、うん、やっぱちょっと怖いって思ったんだよね。うんうんうん、うん、なんかほらアニメでも見てるし、私漫画の方も途中までだけどレンタルして見たんだけど、うん、うん、でもなんか映像で見たときに、やっぱりあんなでっかいのが、こうドスンドスンって歩いてきて、人をむしゃむしゃ食べに来るわけじゃない？うん。あれは本当に怖いかもって、それを見て思ったのね。うん。うん。で、本当にあんなでっかいのを相手に、立体機動装置で戦おうって方が無謀だなって、本当にそれはしみじみ思った。うん。うん。うん、あんなカッターナイフみたいなので、そうだよね、大丈夫なのかなカッターナイフカッターだってカッターナイフみたいに見えないあれ、うん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 、でなんだっけ、そうで、あんな立体機動装置でさ、なんかシューンとか飛んで、うん、ヒューンとか、うんうんうん、絶対あんなの来たら腰抜けて切れないと思ったの、うん、うん、無理だなって思ったの。うん、だって一人倒しても、うん、また次がすぐ出てくるでしょ。そうそう、次々出てくるから、いっぱいいるから。そうで、あとほら最後に一番でっかい60メートルとか超えるでっかいやつが出てくるんだけど、うんうん、あんなん出てきたらもう世界の終わりだよねって思う。本当に、うん。うん。だからあれをどうやってこう、映像にしたのかなっていうのと興味があるのと、あともし、うん、まあ評判通り良くなくても、軍艦島の PR 映像だと思えばいいんで、はあはあ、あれ軍艦島で撮影してるでしょ。うんうんうん、うん、だから、はあ、うん、だから軍艦島のなんていうの、プロモ、うんうんうん、だと思えばいいんじゃないかなって思う、うん、なるよ。うん、うん、ね、でも兵長でもいないんでしょ。敷島さんだよ。兵長らしき人がいる。
敷島さんだよ。敷島さんっていうの？そう、敷島さんが兵長だよね。へえ。うん。だって人類最強の男でしょ？そうそうそう。そうそうそう。ね。うん、敷島さんだよ。敷島さんだよ。なんか、ね、敷島さんの長谷川さんだよ。そうだ、長谷川さんだよね。なんか、やってる人は180センチぐらいある人なんでしょ？確か、うんうんうん。でも兵長160センチぐらいだよね、確か。そうだね。うん、本当の兵長はね、うん。うん。そう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 。ね。だから、まあ、主人公の3人は名前変えるわけいかないもんね、あれ。なんかその、うん、スピンオフみたいな映画にしたらよかったのにね。うん。うんうんうん。もうなんか、うん、あそこの、何、うん、塀の中だけじゃなくて、もう一つの別の、世界的な感じの話としたら、うんうん、なんかあーねーって見る人は多かったと思うんだけど、うん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 、ちょっとパラレルっぽい感じでね、うん、だったらなんか名前が日本人でもあーってなるけど、うんうん、そうだね。まあアジア人でキャストした時点で、あのめっさ日本人の顔で、うん、アルミとかヒバイとかには無理があったからな、うん、とかしたけど、だからって言って主人公のエレンの名前変えるわけいかないもんな、太郎とかとかは思ったけどね。太郎さん。ね、なんか優子さんとかさ、うん、なんかそんな名前にするわけいかないけど、あの3人だけはね、名前同じだもんね。アルミンとエレンみたいだね。ミカサ、うんうんうん、は名前一緒で、あとは全部敷島さんとか、うんうん、鈴木さんとかいるかどうかわかんないけど、みんな日本っぽい名前だよね。うんうんうん、うん、石原さとみちゃんか誰か出てたよね。あ、ハンジさん出てた。なんかあのハンジさんはなんか合ってるなぁとは思ってた、うんうん、なんかちょっとぽい原作に近い、うん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 、なんかね、うん、合ってるような気がする。うんうんうん、うん、だからちょっとそう、なんかいろいろあるけどちょっとやっぱり気になるってことで巨人で、はいはい、うん、にしてみました。はい、じゃあ お次私いきますよ、うん、はい、うん、私はもう超話題、こっちも超話題作のジュラシックワールドです。はい。おお、面白いらしいよね。うん。ね、おぬぬめされたもん、私激しく。巨人見に行きたいって言ったら、ジュラシックワールドってね。そう。うん。なんでかっていうと、あの、うん、私小さい頃から恐竜が好きだったんですよ。うんうんうん。ね、あの、どうやったら考古学者になれるのかが分からなかったから当時諦めたんだけど。そうなんだ。でもまあそんなに本気で考古学者になりたいとかっていうほどなんか突っ走ってたわけではないんだけど、恐竜すげーみたいな。うん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 。で、もともとはジュラシックパーク、うん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 、の映画がもう何年前だ、うん、もう結構前だよね。20年ぐらい前、うんうん、結構前だよね。20年以上前かも、うん、なんだけど、もうその当時からすげーってなったでしょ。うん、うん、確かに、うん、で、それが今また何年ぶりだかに復活して、うんうん、で、しかも今これがあの映画館によっては、うん、4DX で見れるんですよ。なんぞ？4DX？ そう、4DX は、うん、あの、いろいろなんか水しぶきが飛んできたりとか、そんな、うん、そう、風が来たりとか、うん、物によっては匂いとか、うん、はいはい、そうなんだ。そう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 。3D にプラス的な？うん。匂いがつくんだ。そうそう。すげえ。匂いは感じたくないけど、うん、結構ね、あの、ジュラシックパーク系のシリーズって結構、うんこのシーンが出てくるから、匂いはちょっと嫌だけど、
そうそう、うん、やったーなんかくせーみたいなちょっと誰かしたんじゃないの、誰かじゃない、うん、言い出しした人がやってるよねなんか匂いは嫌だけど、なんかそういう何臨場感が体験できるみたいな、うん、あー、そういうので見ると楽しいよね、絶対、うんうんうん、映画こそなんか本当にアトラクションみたいじゃない、なんか、うんうん、USJ とかでもあるじゃん、あるね、うん、ディズニーランドとか、うんうんうん、あるで体験できるっていうのがまず一つと、うん、そう、おりなちゃんがね今書いてるけど、お家で見るより絶対映画館で、あの大迫力で、かつその 4DX のパシャーとか、うんうん、ブーとかを感じるための映画だと思うの、うんうん、確かにあの巨大なねスクリーンで、うん、そう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 、そうだね、あれは本当になんかザ・ハリウッド映画だよね、うんうんうん、映画館で見るべき、かつね、あのなんていうのかな、うん、レビューとかを見たんだけど、うん、なんかつまんないっていうコメントを残してる人が結構いたのね、あ、そうなんだ、なんか大人が見る映画じゃないとか、うん、ストーリーがどうちゃらこうちゃらみたいな、うん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 、何言ってんだいって。ほう。あったぞ。これは恐竜を見に行く映画だろ。ストーリーなんか二の次だよ。って、うん、私は思うんでございますよ。うんうん、そうだね。恐竜が、パオーンって言って。パオーンゾウさんだね。パオーン。パオーン。なんか、で、こう、暴れる映画だよね。そう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 、暴れて食われて殺されてみたいな、あ、そう、恐竜映画かつパニック映画ですよあれは、うんうんうん、そうだね、うん、それを楽しむのにストーリーがどうたら食うたらとか評論かぶってる人の意見はどうでもいいです、はい、うん、深みはいらない、そう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 、うん、ああハリウッドすげーって見る映画なので、うん、それをぜひ、あの私はまだ見てないんですけれども、うん、おすすめ、うん、はい、します、はい、はい、はい、じゃあお次はマン、はい、私は9月5日からロードショーのアンフェア G エンドです、うん、おー、うん、やっと終わるかアンフェアと、もう、ね、何年経ってん、そうそうそう、何年経ってんだよっていうあれこの前やったので最後じゃなかったんだ、そうなんです、なんかね前の、そうなんだ、前のは確かなんか彼氏が実は悪い人でどうたらこうたらって話だったっけな、あ、なんかなんだっけ、付き合った人が実は犯人的なやつじゃなかったっけ、だったかな、それで結局最後、うん、その、うん、佐藤浩市さんなんだけど、それをやってた役が、うんうん、はなんかその黒幕みたいな人に殺されてのみたいな感じだったと思うんだけど、うん、なんかね今サイトを見てみたらね、あれ佐藤浩市まだいるじゃんってなって、え、そうなんだ、うん、うん、どうなったの、そうね、結局そのこの篠原涼子さんのやってる刑事さんは、うんうんうん、多分真相にたどり着くんだろうと思うんだけど、ジエンドって書いてるから、うん、うんうんうん、なんかねもうみんな結構老けたなっていう、うん、感じなんだけど、うん、あのね、あの離婚したっていう、あの役の中で離婚したっていう香川照之さんも結局は殺されちゃってるし、うんうん、実はね前作で、あ、確かそう、そうだね、うんうん、結局その誰がその黒幕なんだよっていうのがやっぱり気になるし、うんうんうん、でこのねアンフェアってあのエータがすごい売れたドラマ、うんうん、あ、
そうなのか。そうそう、うん、最初のドラマ版でエータがすっごいこれで人気出て、うん、出た出た、うん、出世作だったんですね。そうそう、出世作なんです。で結構ね、あの私の好きな俳優さんとかも出てるし、うんうん、なんか今こうサイトを見てたら、明かされた真実、うん、悲しすぎる結末らしいです。まあそうだよね、アンフェア完結って書いてて、うん、だよね、やっと終わるのかっていう。フォーエバーフォーエバーとか出たらどうしよう。アゲーン、そうそうそう、リターンズとかね、ジェネシスとか、ね、そうそうそうなんか聞いたことあるぞI'll be back。 そうそうそう、おかわりおかわり自由だ、うん、やっとやっとね終わるアンフェアなんだけど、ちょっとね私ゲセないのがね、うん、エグザイルとかが出てるよ。あのアキラさんが、あ、そうなんだ。まあね、なんか配役にいました。へえ。主題歌も J ソウルブラザーズらしいですよ。わあ。ちょっとね、ちょっとね、私ね、それはね、ゲセない。なんだろう。なんか、ね、まさか最後こうランニングマンやって終わるんじゃない。ゲセぬってなったそこは。ランニングマンなんか雰囲気ぶち壊し。そうそう。っていうか、あのエンドロールで最後失礼者で、ある意味すごいシリアス系じゃなかったの。そうそうそう、ある意味悲しい結末だね。はい、という、私はアンフェア9月5日からなんで見に行きたいと思います。どうなるのか気になるので。ローカルチャットが最近どこにでもいるなって言われてるし、ね、うん、私も出てくる。替え玉、替え玉がすごいなんか積もった。私アンフェア替え玉どうしよう、涙出てきちゃった、すごい積もった。大丈夫？お次行っても大丈夫？大丈夫大丈夫大丈夫、うん、はい、ではラスト、チャコリン。はい、ね、私はちょっと重いです、うん、はい、この映画、8月の28日から公開される映画なんですけど、うんうん、ポン3人がね、ポンポンポンとね、楽しく可愛く明るく来てる中で、うん、このアメリカの映画で主演が、うん、リース・ウィザースプーンっていうビューティーブロンドをやってた、うんうんうん、あの女の子なんですけど、うん、あ、うん、あのね、私に会うまでの1600キロっていう映画、うん、あれだ、うん、アカデミー賞だ。うん、そうそう。そうなんだ、うん。で、これが実際の、うん、シリル・ストレイドさんというアメリカでベストセラーになった小説を書いた、自叙伝を書いた方の映画を、うん、本を映画化していて、これストーリーなんですけど、ある女の人が、うん、お母さんを急に亡くして、うん、でそのショックからとっても乱れた生活を始めて、うん、でドラッグをやったりとか、うん、と男の人をとか引っかいとかしたりして、うん、結局離婚しちゃうんですよ、うん、ああそうなんだ。その優しいご主人とかにも、うん、見捨てて、うん、愛想尽かされて、うん、でその彼女が、うん、そのと特に山歩きとか、うん、そういうことを趣味でやってない彼女が、うん、
1600キロっていう、うん、パシフィッククレストトレイルっていうアメリカの西海岸の南北を横断する自然歩道があるらしいのね、うん、と、うん、いやすっごい過酷なコース、でそこをチャレンジして、うん、でチャレンジしている間にいろんなその過酷な体験をして、うんうん、山を歩いたり雪の中をなんか頑張ったりとか、うん、食べ物を探したりとか、うんうんうん、そういった、うん、体験をして最後に、うん、その自分を、うん、見失っていた自分を、うんうん、見つけ出すっていう、うんうん、ストーリーらしくて、うん、でちょっと私的には、うん、その自分のすごく大事なものをなくして、うんうん、でこの人はお母さんなんだけど、うんうん、その大事なものをなくした時の立ち直り方って、うんうん、なかなか大変じゃないかなって思うのね、うんうん、で分かってはいるんだけど、うん、やっぱりその亡くなった事実っていうのが、うんうん、いなくなった事実っていうのがあって、うんうん、でこれって誰でもそういった体験を必ずしなければいけないと思うのね、うんうんうん、これから一生のうちに、うんうん、でそんな時にその、うん、あ前に突き進む、うん、なんて言うんだろう、逆境の中でも前に突き進んでいけるパワーがもらえる、うん、なんか作品かなと思って、うん、なるほどね、うん、で実際に自分が富士山とか、うん、そういうのを登って、うんうん、体験すればいいのかもしれないんだけど、うん、私は多分絶対やらないから、うんうんうん、だからその映画でやった気持ちになって、うん、でまあ私を見つけようかなみたいな、ほう、なるほどね、うん、そうそんな感じでね、ちょっとね私は重かったんですけど、うんうん、これ見てみたいなと思って、うんうんうん、押してみました。8月の28日公開、うんうん、1週間後ぐらいだね、うん、そうだね、1週間後ぐらい、うんうん、なんか見終わった後一番覚えてそうな映画な気がする、うんうん、なんかね、うんうん、で、その3つはエンターテインメント作品っていう感じだもん、うん、で、うん、で楽しそうで、私もあの日本のヒーローとかを書こうかなと思ったんだけど、うんうん、却下になっちゃったんだよね。あれなんで却下？却下じゃない。いや、なってはないよ。なってはなかったっけ？そうそうそう、そう、うん。でもまあヒーローはね、ぜひ見てくださいみたいな。見に行かれた方もいるかもしれないし、もう。うん。うん。で、まあすごく面白かったです、フジテレビのヒーローの、うん、そっくりそのままが映画館で味わえる感じで、うん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 、面白かった。でもそれ紹介するとのよりもこっちがいいかなと思ってうん、うん、で、ちょっと重かったんですけど、こういう大自然とかも出てくるみたいなので、うんうんうん、そういった画像を味わいながら、うん、自分もその山を登った経験、うん、体験をしてみる感覚になるのもいいかなって、うん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 、いいね、うん、うん、なるほどね、うん、なんか深そうだわね、うんうん、一番心に残りそうだわうん、うん、ちょっと真面目に今日はなんか紹介しちゃいました、はい、うん、はい、ということで4人それぞれおすすめ映画が出揃いましたが、うん、うーん、夏はね、うん、まだまだ暑い季節が続くから、みんな
映画館に行って楽しむといいよ。何このグダグダな。グダグダな感じ。それぞれ、うん、深いのからパニックなのからサスペンスから。うん、ね、うん、もうね、お話は後回しでいいっていうやつもあったね。そうね。いや、私も多分お話はどうでもいいと思う。怖い、やだ、やーキャーだよ。はい、なので皆様ぜひぜひ映画館に足を運んで見てみてください、うん、ということで女子神シネマ館でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、ここでですね、スポンサーインフォメーション、あ、インフォメーションに参りましょう。はい。準備よろしくね。はい。はい。あれ大丈夫かな？うん。オッケーです。ゴロリ、あのお尻を向けてる子がいる。すまぬ、はい。大丈夫よ。大丈夫？うん、はい、ではインフォメーションに参りましょう。よろしくお願いします。はい、本日はたびたび夢大陸スポンサーシムと SLTV オフィシャルスポンサーからインフォメーションをお届けいたします。はい、はい、まずはたびたび夢大陸スポンサーシムジャパンミュージックランドから花火コンテスト参加者募集と仮想アイドル養成講座第3期生募集のお知らせです。うん、うん、おうおう、今年で来6回目を迎えることになりました。夏の恒例イベント花火コンテスト2015、自作花火から購入品またはネタ系パフォーマンスなど何でも OK です。うん、うん、おう、5分間の競技時間を使って夜空を演出しようという企画で、個人でもグループでの参加でも OK です。でこちらに参加してなんとグランプリに選ばれますと、グランプリ賞金には、ちょっと待ってください、1万リンデンドル。おーすごい、おーすごい、1万リンデンドルが授与されます。すごいですね、すごい、ね、すごい、うん、夏の夜空を彩る花火の祭典花火コンテスト2015は、今月8月29日21時より、ジャパンミュージックランドの特設会場にて行われます、当日はストリーミングにて実況中継が行われますが、なんとあのお二人がボイスでゲスト出演します。あのお二人、どのお二人だ、どのお二人、あのお二人、どのお二人どのお二人これはね、本番のお楽しみ、お楽しみ、ぜひ現地に行ってね、中継を見て、来週の土曜日だね、土曜日の9時から、そう、こちらの方どのお二人でどんな中継になるか、どうぞお楽しみにということです。はい、なるほど、はい、本日21時より事前説明会が行われましたが、参加者の募集はこちらの方は明日が締め切りです、なので今ならまだ間に合います、今日の説明会に参加されなくても後日個別対応も可能になっていますので、今ここで迷ってる方は、ぜひぜひ明日までに応募してみてくださいね。急がなきゃ、すごいね、個別も教えてくれるんだね、親切ですね、親切だね、そう、個別対応してくださいますからね、で、作品の条件に関しましては公式ホームページにて詳しく載っています、
そして昨年行われました第5回の花火コンテストのビデオもそれでご覧になれますよっていうことですので、ぜひ明日までなのでね、ご参加されてみては、ご検討されてみてはいかがでしょうか。ね、目指せグランプリ。目指せ1万人。勝ち取れ1万人デンドル。ね、そうだよ。頑張ってみんな出るがいいよ。出るがいいね。出るがいい。で、こちらの方がコンテストの、ご紹介だったんですけども、続きまして、先ほども申し上げました仮想アイドル養成講座第3期生募集のお知らせです。はい。仮想空間で音楽ライブを行うために必要なスキルと知識を身につけるための養成講座もいよいよ第3期生の募集がスタートいたしました。今回募集の9月生は仮想アイドルを目指す養成講座です。参加条件は性別、年齢は問いません。皆様の努力次第で必ずアイドルとしてデビューできるそうですよ。そして講座内容としましては、アイドルデビューまで必要なオリジナル曲の作成、レコーディング、デビュー CD 制作まで、そして講座終了時にはアイドルとしての活動ができるそうです。これを受けると、どうですか皆さん、アイドルですよ。アイドルだよ。ステージマナーとかもきっと学べるんだと思う。で、こちらの方興味を持った方はぜひホームページにて掲載中のこちらのビデオをご覧くださいということです。そして少し詳しい内容なんですけども、講座日程は全部で5回、時間は基本として日曜日の21時から23時です。こちらの方は全ての講座に出られなくても参加は可能だそうです。そして、歌唱やボイスに自信がない人でもボーカロイドソフトを使って曲を作成することも可能です。なるほど。最低6次元以上参加の上、必要課題をクリアすることで卒業発表会を行うことができます。いずれも音楽知識や経験がなくてもスタッフがサポートいたしますのでご安心くださいということです。詳しい講座の内容を知りたい方はホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしておりますと、いうことですよ。どうですか、てんこちゃんとかどうですか、アイドル。アイドル、てんこちゃん。どう、あの歌とか自信がなくても大丈夫じゃそうですね。ボーカロイドソフトがあるからね。アリーナー。2階席にって。やるんだよ、きっと。きっとなんか、こう叫ぶチャットとかも、なんか練習したりするのかなと思って、今日はありがとうございましたとか叫ぶシャッとしながら、そういったことも教えていただけるのかなと思って見てたんですけど、ジャパンミュージックランドの公式ブログおよびホームページはこちら、今こちらですね、今画面に、こちらになります。本日お伝えした情報に関する詳細はすべてこちらのホームページにてご紹介しておりますので、ぜひご参照ください。ということで、ミュージックランド、ジャパンミュージックランドのお知らせでした。あ
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。キムちゃんお願いします。はい、続きまして SLTV オフィシャルスポンサーインフォメーションをお伝えします。はい、はい、まずはモンソから、うん、新作デニムショーツがイベントにて間もなく発売になります。お、うん、はい、SL タイムの20日から翌月15日まで毎月開催されます。ヴィンテージ風のファッションアイテムからホームデコレーションなどまで揃えたマンスリーイベント、うん、シャイニーシャビーにてこちらのモンソの新作マイパッチデニムショーツがリリースされます。はい、適度な、うん、これ今出てるけれども適度なダメージ感に星型のパッチが懐かしく可愛い雰囲気、ベルトループやヒップのポケット、それにカットオフした裾の糸のほつれまで立体的に作られた手抜きなしのディティールは、うん、どこから見ても隙のないリアリティです。可愛、うんうん、いよ、可愛 い、 い、これ可愛 い、 い、うん、そして色の展開はブルー、ダークブルー、ライトブルー、ヴィンテージブルーの4種類になっています。うんうん、シャイニーシャビーの SLURL はモンソ公式ブログでもご案内の予定です。ぜひ見に行ってみてくださいね。今ね、今4人リーナさんが、うん、相変わらずのクオリティだよね、うん、おお、リーナさんが履いてるんだよ。履いているのね、おお、これはねめちゃくちゃ可愛いよ、ほんと、ね、この星のさ、アッチワークになってるとこが、うん、いい感じ、うん、ね、うん、ね、かわいいよね、うん、このちょっともろもろ感、うんうん、もろもろ感、好き好き、ダメージのとこもいいね、うんうん、うん、すごい凝ってるよね、かわいい、そう凝ってる、なんか全部まとめて買っちゃいたいぐらいだよね、うん、ね、うんうん、皆さんもそのシャイニーシャビーというイベントですね、うん、はい、うん、ぜひ足を運んでみてくださいね。はい、はい、はい、そして続きましてはジャバラランドより一期一会神社露天イベントのご案内です。はい、ジャバラランド上空にある一期一会神社は6月末のトラブルよりほぼ復活し、これを記念して8月13日から16日まで行われた盆踊りは無事に終了いたしました。盆踊りは終了したんですけれども、うん、露天イベントの方は9月6日まで開催中です、うんうんうん、神社にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。はい、なお出店に関しましてはジャバラジャニングさんまでお問い合わせくださいとのことです。はい、はい、そして次なんですけれども、さらに SLTV から明日の特別生中継についてのお知らせです。はい、明日8月21日は22時から特番として映画館組合主催の SL マシニマ映画祭2015夏グランドフィナーレの生中継をお送りします。今回の参加作品のハイライト紹介やステージショーとして中陣ミントさんのライブ、うんうん、そして参加作品を題材にしたウルトラクイズ、うんうん、あなたは気づいた？お宝シーン12連発も豪華賞品ありで開催されます、うんうんうん、はい、会場はシネマウェーブフェスティバルホールで行います、うんうんうん、はい、そして SL マシニマ映画祭2015夏グランドフィナーレについて会場 URL など詳しくは空豆ブログ内にあります映画館組合の公式ブログをご参照くださいとのことです。はい、はい、でね、今回司会が、マトジェットシティ&クリオネクラリー&ウィンさんです。はい、はい、ウェインさん、ね、ウェインさ ん、 ウェインさん、12時過ぎのシンデレラですよそうなの？そう、うん、そうよ、そうだね、
うん、ウェインさん、マーク・ステインさんですね。はい、今回もお楽しみにということで、ぜひね、明日時間の終わりになる方は会場に足を運んでいただければと思いますので、はい、特番だから ね、 ね、うん、なんかね、豪華商品もあるみたい、ね、そう、ウルトラクイズ、あの前回私司会で初めて出させていただいたんですけど、うんうん、今回もあのウルトラクイズサメを仕込んでいると思うので、ほうほうほう、うん、あの不正解だとサメに食われたマジで本当本当落ちた人がね、ガブってやられるすげえ、うん、あのみんなが参加できる楽しい、ね、クイズショーなので、それもぜひね、参加していただければと思いますよ。皆さん参加できるので、はい、ぜひぜひお越しくださいというわけで、以上、たびたび夢大陸スポンサーシム並びに SLTV オフィシャルスポンサーより今週のインフォメーションでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、今週はあの月曜日のたびたび夢大陸がお休みだったのと、明日の竹下ジェットシティがいつもと違った星にも映画祭グランドフィナーレをお届けしますので、女子コミでインフォメーションをさせていただきました。はい、皆様いろいろ参加してみてください。ね、ね、では、うん、お次参りますよ。はい、うん、はい、次は心理テスト。イエーイ。はい、皆様の深層心理を丸裸にしていきましょう。はい、いや、はい、じゃあ今週の担当はマン。はい、いきますよ。4択ですよ。うん、皆さんパネル取りました？うん、頑張ってね。まあいいや、いきますよ。うん、はい、海外から初めて輸入された珍しいサボテンのてっぺんに花が咲いて実がなりました。うんうん、一体どんな実がなったでしょう。4択です。はい、いきますよ。 A、はい、小さなリンゴのような赤い実。うん、 B、 栗のように胃がで守られた実。うん、C、 熟しすぎた桃のように甘い匂いがする実。うん、うん、D、 黒くて全然目立たない実。うん、この4択です。はい、はい、今ローカルにもみるもさんがローカルで出してくれてます。うん、皆さんぜひ女子紙ボックスから ABCD 選んで追加装着で出してみてね。くるくるっとね、うん、回してください。柿の種って。柿の種うまいじゃない。うまいじゃないか。うまいじゃないか。はい、いいですか。じゃあ MC4 人の答え出してもらいましょうかね。はい、そうですね。はい、うん、よろしく。ドゥーン、ドゥーン。見事に分かれたね。分かれたね。そうですね。綺麗に分かれた。A の小さなリンゴのような赤い実を選んだのはケメちゃん。はい。で、B の栗のように胃がで守られた実を選んだのはチャコリン。うん。で、C、熟しすぎた桃のように甘い匂いの実は、キノコリン。うん。で、私が黒くて全然目立たない実。でございます。うん、はい、はい、会場の皆さんはどうでしょうかね。どうでしょうか。ぜひ頭にくるくる出してくださいね。はい、くるくるっと。お、クリオナさんがいい、いい、いい、柿の種。柿の種か。私ね、これって真っ先に思いついたのが、うんうん、なんか、うん、あの海外 の、 そのサボテンがなってる地域、うん、でサボテンの実をデザート感覚で食べるみたいなのを聞いたことがあって、うん、でなんかすっ
ごい甘いスイカみたいな味がするみたいなのをテレビで言ってて、うん、そうなんだ。そうそう、だからなんか甘い匂いのを選んでみたよ。ほうほうほう、うん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 、なるほど。お、てんこちゃんは一応 D つけてますって。うんうんうん、出た出た2つ付け2つ付けが出たよ出たよ。あ、出たよ。シンさんは B ですね。栗のように胃がで守られた。胃がで守る、うん、ですね。はい、俺は B の実を選ぶぜって書いてある、はい、そしてリーナちゃんは A。 うんうんうん、うん、じゃあ行きましょうかね。行きますか。はい、はい、行きますよ。じゃあこの心理テストで何がわかるかと言いますと、うん、じゃじゃん、あなたの毒舌度なんですって、なんで毒舌度ですよ。毒舌度、はい。じゃあもう順番に行きましょうかね、はい、A から順番に行きますよ、ま、いいですか、はい、いいですか、うん、 OK ですか、うん、はい。 A、 小さなリンゴのような赤い実を選んだあなたは、はーい、毒舌度 30%。 お、なんか少なめ、うん、えへ、はい、小さな赤い実はあなたが周囲の人に好かれたいという気持ちが強いことを表します、うん、その意味で毒舌度は低め、はい、むしろ相手に気を使ってお世辞を言ったりすることが多いのではないでしょうか。ただ褒め言葉のつもりで言ったことが皮肉と誤解され相手を不機嫌にさせてしまう可能性もありますので、お世辞もほどほどに、ということです。なるほどね、はい、素直に思ったことを言えばいいので、あ、やばい、それはやばいか、そうそうそう、お世辞もほどほどにと、うん、うん、なるほどね、はい、お世辞もほどほどに、はい、だそうですよ、皆さん、そうですよ、 A の皆さん、 A は結構多かったのかな、うん、リーナちゃん、クリちゃんも一個つけてたね。そうだね、そうだね、うん、うん、なるほど、はい。これどうしようかな、順番に読んでいこうと思ったけど、どうしようかな、うーん、じゃあどうしようかな、どっから行く、一、次に少ないのってなんだろう。次に少ないのは多分ね、少ないのは私なんだけどね、うん、おそらく私の答えは期待されてるんだと思ういろんな意味で、うん、どうする？じゃあ期待されてそうだから D に行こうかな、私。お、こう、いい、うんうんうん、私と、てんこちゃんですね、うん、黒くて全然目立たない実を選んだ私とてんこちゃんは、うんうん、なんと、うん、毒舌度 10%。 少ない、少ないよね、私絶対 10% じゃないと思ったんだけど。いや、まあ、10% だよ。いや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 。はい、行きましょう。あ、でも、てんこちゃんがね、10% はね、なんとなくわかるんだ。うん、まあ、もわかるな。行きますよ。目立たない地味な実は、あなたの中に周囲の攻撃性がほとんどないことを表します。いつも発言に気をつけ、思いやりを大切にしているあなた。それだけに敵もほとんどいないのではありませんか？ただ、うん、そうした姿勢の中でお人よしと思われ利用されやすい可能性もあるので、その点は気をつけましょう。気をつけましょう。だそうです、うん。いい人なんだ。もうちょっと毒を持ってもいいんじゃねってことですかね。そうか。てんこちゃんてへって言ってる。やっぱりアイドルだから。そうそう、アイドルだから。てんこちゃんアイドルだからね。そうだそうだ、うん。アイドルは毒なんか吐きませんから。そうそうそう、てんこちゃん、うん、うんうん、なるほどね、少ないのね、はい、うん、じゃあね、どうしようかな、 B と C が残りましたが、うん、期待されてる方から言っていいかな、じゃあ、うんうん、 C、ね、C のキノコリンですね。あとクリオネさんもだったかな、うんうん、はい、甘い
熟しすぎた桃のように甘い匂いがする実を選んだあなたの毒舌度はドロ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 ダン 70% 高い高いそこそこ高い、ね、そこそこ高いね甘い匂いの実はあなたの発言が一見周囲に好印象を与えていることを表します。でもあなたには結構意地悪な気持ちが隠れていて、ちょっとした発言の中に皮肉を込めたり周囲の人を操作するような情報を混ぜたりしていそうです。あ、それに気づいている人には敵に回したくないなと恐れられているかもしれませんいやーこれは分かりますよ、この子を怒らせたこの子怒らせたら怖いで皆さん、敵に回したくない恐れられてるかもしれませんだって、ね、いや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 もう全然だよはい、じゃあ最後いきますよ。チャコリンとシンさんの選んだ B の栗のように伊賀で守られた実を選んだあなたは毒舌度はなんと、うん、なんとなんとなななななななんと 95% なんとせいなんやてシンさんおめでとう一緒だよまさかのまさかのキノコリンを上回りましたよ。ほとんど100です。95だから 95% 毒舌度高いですね。はい、ちょっと待ってちょっと待って、クリちゃんがね私は優しいよって言ってるんだけど、私はってどういうこと？キノコリンも優しいよごめんどうぞはい、いきますよはい、95% です。トゲがいっぱいのサボテンに胃がで守られた実がなったと考えたあなたはまさに毒舌が大得意自分では素直に気持ちを表現しているだけなのに周囲の人を傷つけるような結果になっているのでは損をしやすいタイプなので、発言の前には相手にどんな印象を与えるのか頭の中で検討してから言葉を口にすると良いでしょう。良いでしょう。そんなはずないんだけどねまさかのね、皆さんの期待を、まさか、うん、期待を上回る、うん、そう、私毒舌って言われてたけどもっと上がいたなね、ね、ちょっと押し隠していたんだよきっと。いや、これからもチャコリンとワイで毒を吐いていきましょうねって言われてる、ね、でもサボテン、トゲだらけのサボテンの上に、うんうん、栗みたいにイガイガになってるのって言ったら、実だかサボテンのトゲだかわかんないね。いや、やっぱね、針には針で対抗するんだよね。うん、イガにはイガで。イガにはイガで、うん。目には目を、歯には歯を。やっぱ毒舌なのか。そうそう、これやった時にマンもさ、あれ私もうちょっと毒吐いてるけどなそうそうそう、私もうちょっと吐いてると思うんだけどいやいや、マンはすごい納得だったな。そうかな、だってね、この4人の中で一番ピュアピュアだよ。いや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 、汚れ切ってますよ。うん、え、じゃあ一番汚れてるのそんな選手権、いやいやな、てんこちゃん、私ってしんさんに毒舌でいじめられて持って遊ばれるのねっていうってなってそう、アイドルだからね。てんこちゃんはアイドルだから、うん、ね、ピュアなんだよ。モテ遊べる、うん、モテ遊べるんじゃない、モテ遊ばれるはい、皆様いかがだったでしょうか。当たってましたかね。ちょっと意外な、当たってないよ、当たってない、うん、ちょっとね意外な結果がまさかの
予想をはるかに上回る人がいらっしゃいましたが、キノコリンよりもどこかってるとは全然思ってなかった胃が攻撃したこのチャコリンの上品さにカバーされてる。ああ多分そうだね、曲が覚えとけよって言われましたチャコリン大激怒私お世辞で言うかな、ただね普通に素直に言いすぎてね、うん、はっときはあまずいマジでって言うときは、うん、ね、たまにあケメちゃん今あそこ行っちゃダメっていうところあるよねなんかね普通に言ってるあれ？あ、まずかったかなっていうとき気をつけよう、うん、気をつける、ね、皆様、ぜひぜひ考える、はい、ダブルつけます、ダブルつけます、はい、わらわらと、うん、はい、うん、ということで心理テストのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングいっちゃうよーい。はい、エンディングでございます。まずは SLTV の通常番組の宣伝から参りましょうかね、うんうん、はい、8月24日月曜日22時からたびたび夢大陸があります。今度はどんな島に行くのかな、お楽しみに、楽しみに。そしてインフォメーションでもご紹介しましたが、明日8月21日金曜日22時からは通常の TJC ではなく SLマシニマ映画祭2015夏グランドフィナーレを放送いたします。イエーイ、はい、イエーイ、ね、豪華景品が当たるウルトラクイズやステージショーライブなどなどてんこ盛りでございますので、皆様ぜひ現地にも遊びに行ってみてください。 ね、うん、会場はあのマシニマ映画祭の映画館組合さんのブログから、ブログなどに、ブログで、うん、載っておりますので、ぜひ調べて行ってみてくださいね。うん。はい。いかがでしたか、うん、今日は。意外な結果が知れました。ね。意外がな結果が。意外がだったね。怖いよ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 。番組終わったら落ちよう。今度はダブルをつけるわ。はい。テンションが下がってるよ、チャコリン。上げてこ、上げてこ。上げてこ。はい。これぜひ他の人にも試してみてください。うんうんね、面白いと思う。どうなんだろうって。うんうん。ぜひぜひ。ね、うん、はい、では、あ、はい、では最後に女子力の神様にお願いしましょう。ひめちゃん、はい、明日のマシンに前火災見に来てね。まあ、東海大相模甲子園優勝おめでとう。イエーイ、おめでとう。もう終わったのか。終わった。終わった。終わりました。知らなかった。今日で終わった。チャコリン、もう見破られませんようにジュラシックワールドを映画館でやってるうちに見に行きたいな、うん、はい、神様お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。
ればすぐ